向岡駅は、かつて、愛知県知多郡阿久井町向岡にあった、名古屋鉄道交和線の駅である。かつては、すべての普通電車が停車していたが、末期には5から9時台と15から19時台の一部の列車のみしか停車せず、他の時間帯は普通列車を含めすべての列車が通過していた。これは、1983年に、北へ徒歩で5分程度の場所に、阿久井駅が開業し、 名鉄としては、この開業とともに統合という形でこの駅を廃止する予定であったが、地元の反対で廃止できなかったため、やむなく通勤、通学時間帯に限り列車を停車する形にしたものである。一部の駅の発車案内板には、向岡通貨という表示もあった。末期の1日の乗降客数は約200人。このような小さな無人駅だが、 普通電車も通過する駅として、鉄道ファンからの知名度は非常に高かった。また名鉄線で普通列車が通過する最後の駅であった。2006年3月に各駅における駅集中管理システムの導入とトランパス対応への工事と合わせて乗降客数が300人以下の駅について廃駅を再度検討した結果、7月5日に 中部入局に当駅の廃止申請が行われ、廃止後は隣のア武イ駅を代替とする形で12月15日の営業をもって廃止となった。ホームは相対式2面2線の地上駅であった。ホームの長さは電車4両分しかなく、6両編成の電車は2両がはみ出して停車する形であった。駅集中管理システム未導入の完全な無人駅であり、 勝つべき者もないため、直接ホームに入る形になっていた。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、872ページ。ご駅廃止の認可について、名古屋鉄道ニュースリリース。 https://www.meitesu.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュプロフィールスラッシュニューススラッシュに0 0 6スラッシュ20061003ドッ html 電気車研究会鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月臨時増刊号特集名古屋鉄道ふず 名古屋鉄道路線略図、ありがとうございます。